よろしくお願いします。こんにちは、吉松。よろしくお願いします。お願いします。あの、改めて自己紹介してもらっていいですか。あ、はい。沸騰茶そそくごちゃんと言います。よろしくお願いします。沸騰茶そそくごちゃんと言います。沸騰茶そそぐこちゃんなんですか。はい。え、あ、ごめんなさい、間違えました。間違えてますよね。ごめんなさい。はいはい、すいません。コオロギ坊やと言います。よろしくお願いします。え、いや、あの、ちるみこさんからの紹介は、はい。ランジャタイの国崎さんっていうことで、俺今までちょっと、はい、今駐車場パーキング満車待ちで今待ってるんですけど、はい、早速回したんですけど、はい、国崎さんと思って移動中も喋ってたんですけど、違うんですか。コオロギ坊やと言います。すいません。あ、いいえいいえ、はい、あ、すいません、間違えました。間違ってますよね。ごめんなさい、すいません、間違えました。すいません、いや、もうすいません、間違えました。いやいやいや、誰に言ってるんですか。いやいや、こっちに言ってくださいよ。誰なんですか。和菓子三分割と言います。すいません、和菓子さんですね。和菓子三分割と言います。いや、じゃあもう、はい、言わせてもらいます。もう、はい、和菓子さんね、はい、ちょっとまあクレームじゃないですけど。何でしょう。僕はあの、一応まあ車ね、これ実は室内がすごい狭い車なんですけど、はい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 、なんかすごい後ろに、はい、なんかこれアーシラキさん。あ、そうなんです。これアーシラキさんの等身大パネルだけあの、一緒に乗車しようと思って。いや持ってきたんですよ。他にもまだありますよ。そうです。これ見えるかな。こちらもね。これ誰ですか。これアーシラキさんの等身大パネル。いらないです。アーシラキさん、下はな、下なの。下、これあの、僕の等身大パネル。ああ、よかったよかった。あー、ちょっとギリギリ見えるわけ。ギリギリ見えないですけど。はいはい、ちょっと国崎さんでしょ。本当にもう分かりましたよ。よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。お願いします。あの、大阪のマルコポロイっていう番組ではよくね、はい、あの、楽しくしてもらってるんですけど、ありがとうございます。今回こうやって車内で2人ってなんかちょっと変な感じよね。なんか初めてっすよね。そうです。ありましたっけ前これ。ないない。あの、いろんな芸人さんでね、こうやってるけど、はい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 、あの、なんか2人っきりでちゃんと喋るっていうのはもう。そうか。でも一回なんか東野さんとバーってやって、なんか駐車場の前でなんかやるみたいな、うん、いや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 、あれ南川さんか。いや、南川さんですよ。ごめんなさい、ごめんなさい。あれ南川さん。南川さんの思い出が自分の思い出で変わってますよ。すいません、間違えました。そうですよね。はいはいはい。南川さんと栗崎さんの思い出がごっちゃでわかりますけど。そうか。俺と南川さんの思い出やから、それ入ってくのやめてください。はい、すいません、南川さんの思い出でしたね。思い出ですから。いや、本当にもうランジャタイ、はい、あの、テレビ東京のなんか面白く入る部屋やったかな。ありました、ありました。深夜。はい、それで、見て、いや、面白いなぁと思ったんですよ。めちゃくちゃ嬉しいですよ。で、なんかずっとうっちゃんなんちゃんのやつやっててっていうところなんですよ。楽屋でやるやつですよね。そうです、そうです。ボケてください、みたいな。ほんで、それでおもろいなぁとなって、大阪のマルコポロリっていう番組でもおもろいなぁってなって。いや、めっちゃ嬉しいですけど、ね。いやいや、ほんでこうやって、で、一回、うん。うん、国崎さんに電話したんですよ、この。あ、で、繋がらなかったんですよ。らしいです。なんか、南川さんって出てたんで。はい。それ、仕事やったんですか、何やったの。いや、プライベートでした。もう。いや、違いますや、はい。プライベートでしたっていうのは、なんか、何してたんですか。プライベートで、あの、リビングにいました、自宅の。え、あの、え、そこ、どこにいたかじゃなくて、はい、電話出るじゃないですか。午前中でした。いや、午前、いや、はい、ちょっとギリ、昼前やと思うんですけど、はいはいはい、はいはいはい、なんか午前中にかかってきた気がしますね。で、やっぱ南川さんって出てたんで、はいはい、危ないなと思って。あ、そういうイメージなんですか。南川さんね、なんか危ないイメージあるんですよね。あ、ほんでもちょっとこれかなんなというところで出なかった。そうなんですよね。その時ちょっと楽しみやったんですけど出なかった。うんうん、まさかチェルミコさんから来るとは。いや、ありがたいっすよ、本当に。いや、だから、うん、もうこれいろんな話聞くんですけど、真面目に答えてくれるのかどうかもわからないし、うん、めちゃくちゃ答えます、本当。今日だけは、本当、今日だけはもうあれでいきましょう。真面目モードやってくれますか。いや、めちゃくちゃいきましょう、本当に。わかりました。じゃあちょっとですね、はい、うん、今車が1台出たんで、あ、一回止めて改めて、はい、あの、回しますんで。わかりました。一旦切りますけど、はい、ちなみにこれは出さなくていいんですか。なんか顔なんかある。これあの、あれですね、ちょっと待って、ちょっと危ない。いきますよ。はい。え、何ですかこれ。何ですか。いきます。はい。
まっちゃん、はまちゃん、まっちゃん、はまちゃん、まっちゃん、はまちゃん、ちょっと待って、まっちゃん、はまちゃん、いや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 、まっちゃん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 、やっぱりハマちゃん、いや、ええんですよ、いや、これ、いやいや、あの、僕、デラックスでそれやってるって噂聞いたんですけど、怖くて見れなかったです。怖くて見れなかったです。怖くて見れなかった。これのですね、はい、10倍ぐらいの大きさの用意して、ご本人の前で。あの、どうなんですか、浜田さんはどんな感じだったんですか。浜田さんはその見終わった後横にある鐘みたいなのをなんか狂ったんかと思うぐらい鳴らしてました。鳴らしてました。松本さんは、松本さんはなんかあの持ってたハンカチを投げつけてました。もうスタッフも笑ってたんですね。はいはいはい、そうですよ、スタッフ もう 笑わないと万が一静寂やったらもうこんなあってはならんことやから、とにかくこれ面白いんだって。そうですね、全員がスタッフさんだけはもうなんかこれはもう面白いんだって、面白いんだって、とにかく全員狂ったように笑えた。いやいやいや、いやなかなかちょっと面白 い、ね、あれはやっぱもううっちゃんなんちゃんからの系統で、系統でちょっとたけしさん、あっ、いやこれ真面目な話、はい、やめとけ。え、何ですか。いや俺も怖い。彼氏さんなんか一番やりたいじゃないですか。いや、あかんよ。いや、あかんて。あかんて。いや、ほんまに。いや、いいじゃないですか。あかんて。いや、いや僕やりますよ。いや、ほんまにやめとけ。なんでですか。いや、たけしさんやるときは、ガダルカナルタカさんがいてるかどうか確認とか、ちゃんと。いないぞ、だえ、いない。あんま最近見ないじゃないですか。いや、違う。だから、今田さんがいてるとか。あ、もう横に。ちゃんと誰かいてる人がおってやんのやけど。なるほど、なるほど。あの、たけしさんのことやるやん、はい、ええねんで、はいはい、たけしさんがうつむいたら大至急やめろ、うん、とにかく座頭市みたいな、座頭市なんかうつむいたらタップ踏んでくれるかもしれない。いやいや多分みんな怖がってブッキングせえへんかも。たけしさんがラッチャータイ面白いよなとかスタッフにおっしゃってくれてたら、まだそのね、たけちゃんみたいなできるけど、はい、初対面でいきなり知らんかって、そうかそうか、会ったことある？僕ら実はオフィス来たのなんですよ。え？もともと。あ、そう、あ、じゃあそっからその細い糸で自己紹介して、実はそうなんですよって積み重ねていってやるのはいいと思うけど、はい、いきなり、僕はあの初対面でやろうと思って、もういきなりやってからの自己紹介ですけど、実は聞いてる、仮面脱いでからの実は、いやいやいや、いや逆聞いてる。もうとにかく俺の話聞いてお願いします。だから、はいはい、オフィス来たのなんです、でも殿に、はい、殿にお会いしたことなかった、会いたいです、今日すごく嬉しいですみたいな、はい、積み重ねして、うん、ほんでたけちゃんっていうあの下り、はいはいはい、出てきました。たけちゃん、ふみちゃんですよね。いやいや、それ高田文雄さんやな。言ったらややこしになるし、なんだバカ野郎って言ってくれたらええよ。あ、そうですね。はい。たけちゃんだけじゃん、やっぱり、ふみちゃんで。いや、違う違う違う。誰がわかんだバカ野郎ってなるから。いやいや、笑ってんのお前だけやから。とにかくやめてくれ。いや、やりますよ、たけさん。東野さんが。いや、絶対言うな。絶対、絶対言うなよ。とにかく言うな。俺はタケさんの前ではマルコポロイの俺じゃないんやから。あ、そうなんですか。従順、黙って気をつけしてねえから常に。そうなんですね。どうですよ、本当。わわわ、そうか。タケさんやりたいな。あのちなみにまっちゃん、ハマちゃんだけなんですか。これもね、ちょっと待ってね。これどれだっけ。な。こうか。あ、ちょっと待って。ちょっと待ってな。今気づいてんけど、はい、このさ。ドジャース16って、はい、ちょっと待ってちょっと待ってお前これもういじってるやろ。ちょっと待って、これいやいやいや、せめてさ、いやいや、はい、大谷さんとかさ、はい、いろんな人いてるやん、筒香、はい、さんやダルビッシュさんや、いますいます、いだからドジャース16、いやこうですから、ノーモーフのノーモーやないねって。こうやって話しかけるとしましょう。いやいや、ええねんって、ええー、ねんって。こうやって、ええー、の。トルネード。いや、トルネードトークええねん。トルネードトークはええねん、もう。トルネードトークや。いや、ええー、ねんって。こっち、こっち。こっちやねん。脱いだ方がいいっすよね。いや、違う。それが。すいません。
ちょっと待って、またドジャーズで後ろ向いたら、ノーもう、トルネードやないねん。トルネード、いや、ですねやないねん。リリスね。くねらんでええねんで。台風巻き起こさんでええねん。いや、だから、そんな、誰も東京のスタジオ笑えへんから。いやいや、ちょっと、あれ、全然マンション、全然ゲートが、あ、開かないですね。全然開かない感じが、ちょっとしょうがない。またここで喋っとこう。いやいや、違う。ですねやないね。ですねやないね。あと、まっちゃん、はまちゃん以外何があるのか。ちょっとじゃあこれを。頼むで。行きましょう。あ、何それ。何やろ。ノモ16。ノモ16。ノモ16。これが一番おもろいですよ。いや、結局これが一番おもろい。仮面前のこれが一番。ノモ16が一番おもろいですよ。いや、これ、ノモ16来てんの今、田舎のなんかわからんおばあちゃんだけやで。あとおじいちゃんとか。おじいちゃんとか。着せられてる人たちです。余ってるやつ。あれ、何、誰ですか？陣ちゃん、陣内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 、陣ちゃん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 、やっぱり陣ちゃん、陣ちゃんかい、陣ちゃん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 、やっぱり陣ちゃん、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 じんちゃん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 ノモ16。いや違うねんて、オチやないねんて。毎日楽しいですか？楽しいです。楽しそうやね、ほんまに。これ楽しいですね。こういう作るのはもう昔から、昔から、昔からなんかやってますね。作って作ってみたいな。作ってっていうところで、はい、あの、別にやってることは何にも変わんないでしょ。変わんないです、変わんないです。でもなんか世の中が面白がってくれてるっていう感じなの、はい、そうなんですよ。これ昔はこれだったんですけど、じんちゃん、これ昔からあったんですけど、これだけ。おーおー、あ、これ別にじんちゃんのイメージじゃなくて、あ、じんちゃんですね。じん様だけはあって、おーおー、で、また こからこれができてみたいな。ああ、なるほど、はい、で、こうなってみたいな感じですね。なんか白目か上向くかだけやんな。じんちゃんは、じんちゃんボケだから、ね、だから寄り目はあります。寄り目で、だからボケて滑って、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 やっぱ滑ったらやっぱ白目向くよね、もう。えーって全然受けへんかったって。あ、そっか、ボケて、ボケて、ボケて、でちょっとこうなってしし、受けへんって。ボケて滑って、ボケて滑って、ボケて滑って、ボケて滑って。いや、関係ないね。関係ない。人様のこれ、オーディションとかでも全然笑わへんとか、何回もあるわけでしょ。あります、あります、何回もあります。それ別に平気なの？全く、ま、もうオーディションも大丈夫ですね。もうなんかやめようと思ったこともないでしょ。ないです、ないです。ほんでこのまま続けていこうってなって、うん、勝手になんか周りからおもろいとか言われだして、手がゴッドターンとか、あの影響なんかな、もともと。あります、あります。ゴッドターンで少し流れが変わってとかですね、多分。でゴッドターンで、うん、あ、でゴッドターン出た時、うん、何やった、確かね、あの、うん、めっちゃボケて、うん、死ぬほど滑ったんですよ。いや違うね、じんちゃんで説明せんで、じんちゃんで、じんちゃんで説明せんでいいのよ。あとたん出て、出て死ぬほど滑って、うん、で、なんかお願いランキングっていう、あ、なんか深夜の番組の、はい、えっ、ー、と、各種ボケ、漫才レギュラーみたいな、うん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 、でそれも毎週毎週漫才やってボケまくって、で、どうやったの？死ぬほど滑って、やっぱり、やっぱりやないねって、陣内関係ないよ。あ、でもそういう風にしながらなんとなく顔と名前を覚えてもらって、覚えてもらって、ファンも増えたり、ファンも増えて、スタッフも好きな人も増えて、そうです。で、やっぱ結局一番でかいのがあの大会ですね。あ、今、まあ、あ、ザ・ダブリューか。あ、じゃ、違うや。ザ・ダブリュー。あの、リンゴ姉さんの蝶々がですね。いや、違う。飛んできてくれて。いや、違うね。あんたらおもろい。男前。いや、ないねん。あんたらおもろい。男、蝶々あげよう。蝶々あげようや。ないねんって。最低、そんな。最低方法は蝶々です。そんなんやないねんって。ほんで、はい。なんか認知される。ほんで、まあまあ、ちょっと、
仕事が好調になっていくってことやから、ちょっとお金も入るようになって、そうですそうです、バイトも専用になったし、うん、今からめっちゃ行くで売れるでっていう感じなのか、うん、いやもう変わらず同じこと好きなことやり続ける、はいはいはい、ありますね、どっちなの。いや変わらず、うん、やっぱりなんていうんですか、僕は、うん、ちょっと待ってね、待って待って、待つよ待つよ待つよ、はい、変わらず、変わらず、うん、同じことをやり続けるんで、うんうん、滑ってるやないか。いや違うねって、違うね、でですね、でですね、トルネードはないねって、野茂16やないね、でですね、もうでで、でで、やっぱりですね、滑ってるやない。いや違うね、遊んでるやないかっていうところがある。はいはいはい、ありますあります。その辺は相方とのなんかそういう意思疎通とか、あでも相方もあんまりそのパターンなんで、そうよね、2人とも相方はなんか言ってたな、相方はそのダウンタウンさんになりたいらしいんですよ。そうでしょ、なんか前聞いたら、うん、鳥取でテレビバラエティ番組ごっつい感じとか見てて、そうですそうです、で松本さんが言うボケと同じ間で同じこと言ってたって、はい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 、だから俺ダウンタウンの松本さんの生まれ変わりやってずっとおっしゃってたもんな。おっしゃってました。おっしゃってた。おっしゃって。おっしゃってたから、ああそうなんだ。おっしゃってました。おっしゃってました。そうかそうかって。なんか鳥取の大自然で育んできたら心の病とかないと思ったら、あ鳥取でもやっぱ鳥取でもやっぱその心病む人いてんねんな。鳥取最後のダウンタウンみたいな。珍しいっすよ、僕ら世代で。いや、いや珍しい珍しい。でもそういう意味で言うと本当楽しいし、うん、いやこれからずっとおもろいことやり続けんねやろな、がありがたいですけどね、そういうのは。なんかお笑い芸人さんでもなんか珍しい、なんかギャグ漫画家みたいな感じよね。なんか、なんかギャグ漫画家みたいな、もうストーリー漫画書いたらもうちょっと儲かんのに、うん、そうそうなんですよね、ひたすらずっとギャグばっかりやり続けて。僕あれが好きです、漫画家さんが書いている背中が好きだから、こういう仕事。ちょっと待って、こういう感じです。いやいやいや違う違う違う、ちょっと、いや違う、原稿できた、いや原稿できたよね、トルネード原稿じゃないのよ、野茂16見せたいだけやな、だからいやこういう感じじゃないや、出まかせ言ってるだけや、出まかただの出まかせや、出まかせやん、そんな。いやでもそれはでも我々はファンというファンとしては嬉しいというか、いやなんかありがたいっすね、そこらへん。なんか YouTube とかやってるの、なんかこう見てくれる方に、まだランジャタイ国崎そ国ちゃんのことを知らない人がいてるかもわからんからさ、 YouTuber やってないんですよ、まあ、じゃあ面白いランジャタイを見よう思ったらどうしたらいいの、うん、あのミクシーやってます、僕。えあのミクシー、うぜミクシーだけやってるんで。いやもうミクシーってもうどんなんかすら忘れてるけどもうどあのサイトがあって、ミクシーってサイトで、うん、あのブログとか、いやいやもう古い、足跡とかつける、いやいやもう全部古いよ、こういう足跡。いやいやもう分かりにくいから、いやだから野茂16見せただけやだから全部古いんですよ真面目に答えてくださいよ全然あの満車のランプが消えないんですよ。消えないですね。あのって言うてる間にもう時間来たんですよ。え？え、まだ何も話してないですよ、僕らだって。いやいやいや、ずっと無言だったじゃないですか。違うよ、うせえお前脳錯乱してんのかずっと真正面で2人で前向いてたじゃないですか。いや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 、お前ずっと背中見せてた、野茂16しか俺覚えてんよ。ちょっと寒くなってきた、ちょっとすいません。いや、来てちょっと風邪気味かわからんから本当大丈夫、寒かった、大丈夫大丈夫、すいません、ドジャースで野茂野茂やないね野茂やないねってふふふやないねって楽しい時間はいずれ過ぎるんですよ。早かったな。早かったですよ。早かったっすね。え、もうそんな経ちました。もう20分経ったよそっか、また次回ってくるからもう分からんし、はい、別になんか行ってこいでもいいわけ、このルールとしては。なるほどなるほど。だから自分にもう一回かけてくれるような人を選んでも、選んだら、あーそうかそうか、そうかそうか、そうか、そうですね、でしょ。これだからあれですよね、友達紹介をするみたいな。そうですそうです、そういうことなんです。今からじゃあかけ、今からちょっとかけてもらって、誰が、東野さんがちょっと、いやもうそこはもうルールとして、あの俺がもうあいつしてくれこいつしてくれとはもう言えないか、言えないんですよ。僕もまだ、実際に多分チロッとしかお会いしたことない人とかでも。いいよいいよいいよ、ちょっとスピーカーで喋ってみていけるから。で5コールでしたっけ。5コールなかんかったらそれ5人連続で、5人連続かかれんかったら南海の山ちゃんに戻るっていう。ああなるほど、
これだからかけるじゃないですか、うん、まあ話するじゃないですか、うん、よいしょ、はい、移動してきました。はい、ありがとうございます。満車でね、満車でこう、まあね、なんかちょっといろいろ車どかしてくださいってちょっと言われて、はいはいはい、後輩の前でほんの恥ずかしかはいって言うんですね。はい、はい、すぐどかしますって好感度は上がれるのですよ、ね、いえいえいえ、ちょっと紹介してもらっていいですか。あ、わかりました。はい、まあ、一度だけ電話をお伺いしたんですけど、はい、多分ですけど、かけたら、僕も東野さんも、うん、終わる可能性もあるんですけど、それでも大丈夫。いやいや、大丈夫ですよ。だってもう、そこは、もう俺の権限関係ないから、そっか。あなたにお任せするってことで、ここまで来たんですよ。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと。スピーカーでお願いしますね。はい、今言わなくていいでしょ？もう、電話出てから説明してくださいね。あ、わかりました。今言っても全然いいですね。あ、じゃあ誰ですか？オール巨人賞さん。ちょっと待ってよ。マジで？はい、オール巨人賞さん。僕も一回もまだ話したこともないんですけど。わかりました。はい、5コールですよね。5コール、これ多分絶対出るな。スピーカー見せてよ。スピーカーになスピーカーどうやるんだろう。5コールな、5コールの5コールですよね。5コール、5コール、これオール巨人賞さん。頼む、出るな出るな、出てくれ。さあ来い。5コールですよ、うん、1 2 3 4。消せよっしゃよっしゃ、そうか、残念。早すぎ電話して巨人賞電話するかからから急げ急げ、そうか急げ、助かった。そうか、ほんま頼むで。次誰？次はね、ちょっともう1 2 3。どうだ？しこんにちは、お疲れ様です。はいはい、あ、国崎です。はいはいはい、あ、今ちょっと、知り合いの方に変わります。あ、もしもし、吉本興業の東野です。あ、吉本さんの誰ですか？はい、あ、吉本さんですか？あ、わかった、天竺ネズミ川原や。あ、そうですいや、今ね、栗崎くんに俺の YouTube 出てもらってて。あ、そうなんですか。ね、友達紹介してもらおうと思って、次出てくれる人ね。はい、あ、天竺ネズミの川原や。吉本とエージェント契約してるあ、吉本さんにお世話になっております。ちょっとということなのよ。だからテレフォンショッキングみたいなことやってて、はい、ちょっと川原スケジュール合わせて次出てくれるかな。ちょっとまあそうですね、吉本さんがそれ、吉本さんのギャラはどんな感じですか？ちょっとギャラ交渉しないといけないんですけども。もうほぼもう再生回数も全然回れへんから1万円ぐらいでやってもらってんのよ。あ、全然、はい、それぐらいだったらやらせてもらいます。大丈夫、セスタも一緒に来てもらっても大丈夫やで。あ、ダメです、ダメです。俺の想像ですけど、日本の中で一番セスタのこと怒ってんのお前やと思うね。させませんから。わかりました。なまたちょっと連絡しますんで、ありがとう、頼みます。はい、よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。ああ、ありがとうございます。よかったよかった。吉本戻った。ちょっと、はい、エージェントやけど、ありがとうね。オール巨人さんじゃ大丈夫ですか？いや、もう大丈夫。あ、大丈夫ですか？でもすぐ大至急切りたい。切りたい、切りたい、完全に切りたい。あとあれ、また違う企画でも、はい、なんか新しいギャグとか、はい。新しい段ボールなんか作りましたって連絡ください。わかりました、回しに来ますんで、はい、すぐやりましょう。はい、わかりました、はいはい、ありがとうございました。ラジオ界の国崎さんでした。はい、ありがとうございます、失礼します。